マムクロ大丈夫なんだ。そんな心配いらなかったんだよ。どんなに遠くに離れたってつながってるんだ。そして小鳥に教えてもらったんだ。でもマクには、マクにはもう、俺がお前の家族になる。どんなことをしたって俺はお前を嫌ったりしない。主様、マクは、マクロ、結局はそのざまか。どうか、いつかくん、トーカを元に戻せるのは俺しかいない。せっかくの戦士をわらべにしたな。トーカをあまり悲しませるな。トーカ俺は大丈夫だ。精霊の力があるからな。それよりトーカとムクロを、今トーカとキスしておったじゃろ。何しろ家族じゃからな。これぐらいのスキンシップは構わんじゃろ。家族じゃからな。ムクが心配せずとも、姉様は、トト様は。仕方ねえよ。誰だって一人になんてなりたくない。主様もムクと同じじゃったな。じゃからムクは主様といると安心したのかもしれない。